はい、モンスターハンターライズのカメラ機能、はい、こちらを使いましてね、いい写真を撮っていこうというそういう動画でございます。はい、今日はあの今日からサハラへ、はい、また行こうかと思います。はい、で、ここね高低差がすごいいっぱいあるんで、ぐるっと回った後に真ん中行って、洞窟行って、あと高低差がさっきも言ったようにすごいあるんで、高いところ低いところ回って行きますか。そんな感じで行こうかなと思います。はい、何番だろうな、567とちょっと7はさっき写真撮ったな。真ん中のとこへ行ってみますか。で洞窟を回って帰ろう。うん、そうしよう。だろうな、567とちょっと7はさっき写真撮ったな。真ん中のとこへ行ってみますか。で洞窟を回って帰ろう。うん、そうしよう。あんなんあった、あんなのあった、こんなのあった、あんな樽みたいな岩。こうやって見るとなんかどこも遺跡みたいな感じなんだよね。昔人が文明を築いてたかのような感じがするんだけど、ここにもメラルーが。あんまりメラルーはやっぱり構わない方がいいな。ほらほら、ここここ、ビオレイラが飛んでいる。怖い怖い怖い。ミツハルの頭が入っちゃってんだよな。こう構図的には悪くないんだけど、なんかこの遺跡の中にキャンプがあるっていう雰囲気はいいんだけどな。こっちじゃないんでね、あっちなんだよね。こんなとこあったっけ。あ、洞窟ね。はいはいはい、ごめん、思いっきりリオレイヤーのとこ来ちゃったよ。見つかった、見つかってる見つかってない、見つかってる見つかってるかな。大丈夫でしょう。見つかりました。うっそーん、逃げて逃げて、ちょ、回復そうじゃないよ。プケプケおるやん。見つかった見つかった見つかったけど、見つかったけど、俺はどう、写真撮るよ、俺は写真撮るよ、俺は写真撮る。やべ、スタミナが本当にない。あぶねえあぶねえあぶねえ。いいんじゃない、いい写真撮れたんじゃない。
飛んでった飛んでった。ここどこ？ああ、行こうとしてたとこだ。6番ね。で、こっちやで。ん？こっち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 。道がたくさんでね。5番に湖があるんですよ。そこを。よくボルボロスと戦うと、ああ、こいつがいるの？いや、僕何もしないからね。襲ってこないでね。高いとこ行っちゃおうか。そうそうそう。で、これで、ケストドン。これはいい景色じゃないですか。はい、これを考えるともうちょっとこの辺から撮った方がいいと思いますよ。いいんじゃないですか。ほら、これだと湖の全容がなんか、うん、戦闘曲が流れてるけど安幸が戦ってる系なの。リオレイヤ来ちゃったね。リオレイヤさんがなんでいただき、あ、そんな軽々と乗ってくるの？あー、ダメだ。ダメだ。戦えるかな。仕掛けてくるぞ。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。これはまずくない？これはまずいよ。飲もう飲もう飲もう。飲みましょう飲みましょう飲みましょう。そして逃げましょう。飲めてない飲めてない飲めてない、飲めてない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 よ。はい、飲めました。逃げましょう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 。取れた取れた、十分取れた、十分取れたって。今どこ？あれだな、洞窟行けてないな。洞窟結構取れたでしょ。あとはサブキャンプ2の方から
洞窟回ろう。到着。ここのサブキャンプをこうきれいに取れるとこはないよね。ちょっと難しいよな。まあちょっと勘弁してもらうか。あれで、あ、虫だ。不死鳥は取って、砂漠に出ちゃった。反対反対反対、こっちこっち。うん、どう来てる？こうだね。10と11の間から、行けたはず、洞窟に。ほら行けた。これ洞窟ですよっていう。ね、こんな感じで。はい、これで洞窟ですよってわかるから。ちょっと分かりづらいな。いやいや、戦う気はない。私は戦う気はないんですよ。卵のそばとかやったらみんなめっちゃ怒ってくるよね。戦う気はないんです。本当です、本当ですよ、本当です。はい、あ、こっからが綺麗じゃないですか。なんかこういうのがあるよっていうね。うっそ。もらっていくぜ。あ、でここで洞窟の出口がさ、こっちだよね。ここ実はさ、昔なんかこれも建造物だったかな。洞窟の出口だけね、レンガなのよ。レンガというか石造り。わからんな、わからん、わからんよ。ほら、石造りで、さっきこれを取りたかったんだけどリオレウスにやられちゃったよね。よっしゃ、
OK、取った。取り尽くしたんじゃない？